ー電気店長日本の形です。サイドワインダーそして早めに行く。これよく残ったよね。サイドワインダー5メーターぐらい落っこった気がする。あっ、なんかやる前より痩せたよね。サードステージ。いや、すごい。いや、でも今大会はサードステージの大会や。うわー、また。赤のゾーンは従来通りだが、黄色のゾーンが自重で変化した仕様に変更された。え、何これになってますね。スタートと後半部分の2箇所、回転する一瞬を指先でどう支えるかが鍵となる。競技前、デモンストレーションによるルール設定が行われた。初めてヒナがお披露目されたんじゃないのこれ。おし、ここだよね。これは、すっ、あいやー、ちょっとやりすぎやね、これ。やりすぎや。自信は結構いい勝負になると思います。いけるかいけないかの。日置まさし、いざドリフ越え、そしてファイナルへ。向かっていけ、フライングバー。足を振っていきます、フライングジャンプ。ついている両サイドの位置を確認し慎重に行く。腰を折る動き。そして体を振って。じゃあ三週間ぐらいしなかったから。ああ、そっかそっか。町の電気屋さん。もしかしたらサイドワインダーの時も。北川電気店長。かがめてないのかな。サイドワインダー。そして早めに行く。おお。わあ。これよく残ったよね。マジで。これはね、普通の選手は落ちてる。うん。ガイドワインダー5メーターぐらい落っこった気がするもん。体感的にうわこんな落ちましたっけみたいな。うまっ100パーツこだなこれ。おめえつぶってきてふざけんなって言ってる。あのさ、普通ならもう途中でもう諦めるよね。おぉおぉつぶったよ。忙しいなもう。九死に一生やな今のは。もう、そして4本目、3本目だけだね、うまく食べた。最後は良かった、めっちゃ行ったぞ、生きているぞ、どうまだやれるぞ。ポッキリ折れたから、もう心が大丈夫だ。さすがに笑顔はないな。95% 使った。終わった。いやいや、クリフ終わりだから。クリフじゃねえから終わった。終わった。95% 何で終わった。早い早いそんぐらい使わないと止まれないの。そうだよね。あれは使うよね。あれは使うよね。100% 乗れるの。無理やもん。できない。半日くれ。半日しかしながら生き残ったという事実。いやー、やったこれは。あのこちらとしては十分満足です。いや違うから。生きてるもんね今。サイドワインダー舐めてたな。あ、またいだってこと。おお、あ、見せる。うん、またげるかなと思って。俺は無理。俺は届かないな。42歳。だからシミュレーターのこの身長聞きながらやってたから。家族仲間、そして、そっか、だからいける。治療に当たってくれた理学療法士、支えがないとここまでたどり着くことができませんでした。楽しむことで恩返ししたいと言っていた日置のスイングエッジ、掴んでいるぞ。まだいける、まだやれる、生き残れ日置まさし。うまいね。おいおい。ほんでここであと何パーやったっけ。1パーやったっけ。3パーか。いやどうでしたね、その言ってました。うん、なんかさっきので2パーしか使わずかとか大丈夫。この男に限界はありません。日置くんちょっと聞いていい。あ、本当だ。あと残り何パー。2パー。大丈夫、2パー。ごめん、これサードのパワーゲージ流行るかも。見てる人分かりやすいじゃん。あ、まあまあ。家族と仲間と行く。
7回目のクリフの挑戦だ。指先の番人クリフを、あのタイミングは、タイミング間違えできない、もう前に振る、どういう前に前に振り出すってないよ。あーポーンってこの辺まで行って、もっとこういかない、こんぐらいはいかないと、ここまで振ったらそのまま吹き飛ばされるかもしれない、あの時は。なるほどね、バーンブルーンってパイプスライダー、あの場所に足はかかっていた。ただ無念の沼地に引きずり込まれた。今日こそは一歩先へ。これお客さんなの？いやいや、アルティオール師匠なんで、アルティオール下ろして師匠なんですよ。めちゃくちゃすごいですよ、もうサードステージ最強なんで。誰もが認める最強のバーティカルリミットキラー。すごいな。でも、すごく綺麗ですよ。ただ指の強さを試されてるだけみたいなエリアなんで、やりやすいですね。握力なんぼあんの？いや、握力はないです。そういうのじゃない。握力はないです。これが3回ぐらいエリアとして続いてても別に問題はないです。期待値が高いよね、こういうのこれね。ワクワクしますね。結果を見て、栄光ゼミナール。子供たちも、生徒たちから祝福の嵐だったということです。山本慶太郎、サードステージ、固定しとんね。これは突起を確認する余裕がある。あ、ゆっくり行って、これは余力を残しながら。左右のタイミングを合わせるため、そしてコネが飛ぶ、サードステージ、最強の男のクリム。うわー、危ねえよね。危なかったよ。あ、自分で吹いたよ。あ、いいよ。セーフ、セーフみたいな。すげえ、あれで掴めんの、マジか。これじゃねえよ、普通落ちてるよ。今はめっちゃ効いた。超指伸びた。超指伸びたの。超指伸びた。文字通り上腕の限界、バースト寸前。バーストしたものはリタイア。派手な。楽しんで。このためにやってきた。一番得意で好きなのがバーティカルリミットだ。バーストおお、うまい。超引けてる。引けてるよね。今のめっちゃ難しい。すごい。超えていくぞ。片手に皆さんやるんですよ。ああ、片手。そう、本当そうだよな。はい、指が。あれ、でもわざと。そう、わざと引いてんだと思う。すごいね。はい、そうです。回転する、スライダー、回転する。あー、ボルダリングのテクニックだね。いや、手首の可動域的に外れちゃうから、外した方が深く持てる。なるほどね。でも、余裕を持ってこうやって掴んだよな。こっちが外れんだ、やっぱり。今日は山本さん、妻のサラさんが、はい、お誕生日なんですよね。そうなんですよ。本当に妻のサラにファイナル進出っていうプレゼントをねあげたかったんですけど、でもまたいつか、いや、もういつかじゃないですね。見てる。また来年。なんかやる前より痩せたよね。サードステージ。いや、すごい。いや、でもすごくないですか。うん、すごい。これでげっぷりしちゃったんじゃないですか。漆原裕二は空中の魔術師と呼ばれている。そのジャンプだ。45歳になっても身のこなしは軽い。お見事だ。いいね。チョークバック20% 20% 残ってんねんよ。俺の 10% ある。確かに 2% だっけ。 20% ぐらいあったじゃん。残り 20% でもクリフは超えたいと言っていた。最初 50% ぐらいだったの。今回は俺はもう1本目掴めないと思ってたから。そう、今までの練習量とか含めて。45で第3のここまで来るからね。すごいな。45歳対クリフ。勝ちたくても立てなかった仲間がいる。その仲間や家族と友と一緒に飛ぶ。その思い、残りの力を全て使う。爆笑にも入れたくな。
待ちすぎた、ね、タイミングを合わせる、まあ、考えられなかった。サスケには夢がある。そうか、離れていくんか、ちょっと離れて、あ、いや、ほいね、あの左手触ってもない、触ってもない、マジ多分あの一瞬でもやっぱ5センチぐらいいっちゃうと思う。一振り分か、ダメでしたね、すいません、また困ります。お願いします、はい、行きましょう。関西大学体操部の元主将です、山本、フライングバー、ゆっくりゆっくり、ゆっくりという声が飛ぶ中、山田の声が飛ぶ中で山本行く、まやな、近く見えるな、足届いてますよね、大きさだよね、飛び移り、まだまだ落下していきます、まだまだするな、ゆうたが前に、夜空よりもたらされた夜空よりの中だ、ね、サイドウィンドたまにやらかす時あるんだ、そうだね、そうだね、いや全然下手くそ、怒っちゃってるってことじゃん、セーブ、あー最後ね、うん、山本クリアしていきました。よっちゃんって私服も黒なんですか。うん、大体黒、あれ、うん、この姿しか見たことがないからさまあ俺も同じように思われてるかもしれない、サスケやってる人は多分そう思われてる、多分いつも青いポロシャツ着てると思われてる、そうか、そうか、俺なんかずっとこれ着て思われたいや、着てるじゃない、着てるじゃない、着てるずっとこれ着て思われた、白いダウン着て、ただ去年は超えている黒虎のエース山本、しっかり引いて、もたらかすな、もう楽勝やな、でも、うん、でもよっちゃんはあのスイングエッジはもう嫌なイメージは全くないんですか。不安はないな、ないんですかもう、うん、なんかサードステージやるときも元気ないなとか思っとってんけど、ああ多分指、うん、指治ってないなと思いながら、指怪我してる時のサードは嫌だよな、スタート前からちょっと行きましょう、ちょっと笑顔ないよ、笑顔はないよ、ああやっぱり言ってるよな、多分もう本人は不安で仕方ないんやろな、うん、それを見抜くやっぱ山田さんはすごい、うん、いやだって前回やったらもっと笑顔で危なかった時にもシェーフ言いながらねケラケラ笑ってて、もっと喋るしいつも、うん、完全制覇、確かにそういうイメージは、山本、うん、タイミングなの、これはね、早い早い、めっちゃ下だったんだよ、ちゃうねんて、止まっちゃった、俺と一緒、俺と一緒、もう、あーもう、あの距離を、でも遠い、もう全然届いてないですもん、もう遠いすぎますもん、うん、もう全然これじゃもう持たないです、持たへんか、山田さん、はい、今年1年の黒虎の活動はいかがでしたでしょうか。いやもうなんて言うんでしょう、俺ができることなんて何一つないんですよ、ただみんながちょっと待ってくださいねすいません、みんなが完全制覇して山田団長を上に上げるとそのことばかり言ってくれます、俺みたいなこんなしょうもない人間の周りに集まってくれて本当世界一幸せかなって思います、本当に。山田さんはご家族含めて今年いろいろな思いがあった一年だったのではないでしょうか。いや母親を動かすに一緒じゃないし、亡くなってしまってすごい、サスケの大ファンで山田勝美の大ファンで死ぬ、はい、すいません、亡くなる間際までサスケ頑張れと、いつも応援してるからと、本当に死ぬ1時間前まで言ってくれてました。だから今回は俺が本当結果出したかったんですけど、でも黒虎が一生懸命頑張った姿、多分見てくれてると思います。よしゆきに拍手でしょ、どっちもやる現役最強3度目の完全制覇、
全ての期待を一人で背負い、通算10回目の100万、完全制覇の存在、森本裕介32歳。最後の一人はリタイアした瞬間に全ての競技が終わります。そのプレッシャーに打ち勝ってきた森本裕介、長野誠さんのように最後まで諦めない、その体と心の強さを見せる。これが100番のプライドです。以前はサスケオールスターズ長野誠さんが担っていました。そして今通算10回目の100番をつけた森本裕介、うなずいた、整ったか。2023年いまだ続く森本のクリフ不敗伝説、後方への1回目。穏やかな表情だ、タイミングを見ている森本裕介。クリフ唯一無双の森本。ほう、もう一番ベストなとこやな、一番余裕があるね。強い上にタイミングも完璧っていうのはもう、お母さん変わらないよね。変わらないよな、10年ぐらい変わってない。超えました。ちなみにここ 90% あるって言ったの？ 90% あるって言ってた。マジ？ 90% 残ってたって気持ち的には。行ってきたバーティカルリミットバー、うわー、揺れる、耐える森本裕介。きつい動きやったな今。ここは垂直、あれはもうなんかここは固定されている、飛ばされる。そして、うん、危険なイエローゾーンに入っていく、揺れを耐えて森本。あーもうやつとどうしても外れんねんな、長かった瞬間に。来たっていうよりも外れちゃったからって、まあ、ね、普通的な話。よし、分かった。うおー、全員同じ格好、全員同じ格好と顔みんな頭押さえるね。みんな頭押さえる。一番今までの歴史ですごい映像を見たと思う。何これ。余力を残して挑んだバーティカルリミットバースト、あいや、回転する一瞬の持ち替えに失敗、悪しき変貌を遂げた新エリアの威力。やり方は1回目と一緒、うん、完全成果の感じがね。打ち砕いた1個目って立ってできるじゃん。楽しみにしています。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いや、すごい、頑張った。よし、蹴るのね、すごい。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。